F0 は部屋を明るくしてテレビから離れて見てくれたまえ。キャプテン・ファルコン、お前の走り見せてもらった。我が名はブラッド・ファルコン、キャプテン・ファルコンよ。次のレースで俺と勝負しろ。もし挑戦を拒否すれば、ファルコン。ブラッド・ファルコンはどこへ消えたの？どうやらこれに乗り込んだようじゃな。ダークミリオンだわ。新手の敵ですね。また強い敵現れたか。キャプテン・ファルコンに似た男の登場。敵は一体何を？あれは。なかなか楽しい余興だったわね。ゾーダよりはやるようね。F0 競技委員会がブラッド・ファルコンの出場を正式に許可したそうだよ。なぜです？先日やつはメインスタンドで爆発を起こしたんですよ。僕に怒らないでよ。委員会はあれを演出として認めたようです。何よりファルコン対ファルコンというタイトルが一人歩きして大きな話題になっちゃってるのよ。高機動小隊は何としてもブラッド・ファルコンの優勝を阻止すること、それが上からの命令です。派手にやってくれたぜ。すっかり時の人だよ。勝つのはどっちかしら？もちろんキャプテン・ファルコンさ。長年トップレーサーとして君臨する無敵のパイロットだもん。おいおい、俺のことも忘れてもらっちゃ困るな。レースには俺様も出るんだぜ。そんなこと言ってもデータによると、ジャックは過去キャプテン・ファルコンと36戦して36敗、そのうち周回遅れにされたのが21回というのが公式記録として残ってるけど。あー、それを言うな。ジャックさん、地道に頑張っていればそのうちまぐれで勝てるかもしれませんよ。まぐれじゃなきゃファルコンには勝てないのかよ。しかし油断は禁物です。相手のブラッド・ファルコンも伊達にキャプテン・ファルコンに挑戦したわけじゃないでしょうし。
やっぱりここで油を売ってたのかよ。さあ行くぞ。行くってどこだよ。特訓に決まってるだろう。俺を差し置いてキャプテンファルコンに挑戦状を叩きつけたやつが現れたんだ。黙っていられるかよ。しょうがねえな。ドクター・スチュワートは？スチュワート先生でしたら隣の研究室に一人でこもってますが。一人で？はい。こっちね。ドクター。いやジョディ、来ると思ってたよ。何を作っているの？新しい研究でね、まだ秘密なんだ。ここではなんだから外で話そうか。やつは何者かしら。ダークミリオンの一味だとは思うけど、なぜファルコンの名を？どこかキャプテンファルコンに似ている感じがして気になるのよ。私もそう思ってはいたが。何か心当たりはないかしら。いや、ファルコンの名を語る以上はそれなりの実力者だとは思うけどね。調べてみる？その必要はないだろう。しばらく様子を見ることにしよう。悪いがちょっと忙しくてね。とんでもないところだな。ここ惑星ライトニングは常に分厚い雷雲に覆われ、落雷多発地帯として有名でな。オイラの体金属。雷怖い。レース出たら雷落ちてきそう。安心せえ。マシンには落雷防止システムがあるから大丈夫じゃよ。しかしこんなところにお客が入るのか。お前さん、未だに F0 の人気が分かっておらんな。あと1時間もすれば客は満員じゃよ。特に今回はブラッド・ファルコンの件がありますからね。来るかな、キャプテン・ファルコン。来るだろう。ヒーロー気取りのおっさんだからな。まあ、そんなことより今のうちにテスト走行を済ませておこうぜ。ドクターがマグレットの応答に答えないんだけど、どこに行ったのか知らないかしら。なお、ドクター、そういえばさっきから見かけないな。ドクターならマシンのセッティングを見ると言ってコースに出ているはずじゃが。え、マシンだったら格納庫にありますよ。ドクター何のようだ。お前は何者だ。俺はお前のおかげで生まれた。やはりクローン技術か。礼はしなくちゃな。誰だ。探したわよ、ドクター。ジョディ、ドクターを頼む。ほう、面白い。この私に素手で勝てると思うのか。ああ。
パワーだ。デュウ。デュウ、ジョディ、ドクター、逃げてください。三人とも二度とレースに出られないようにしてやるよ。レースで勝負だ。よかろう。どうして一人でブラッド・ファルコンのところに行ったりしたんですか？この弾丸は？それは、まあまあ、そんなことより今はレースじゃろう。じゃが、終わったら話してくれ。わしらは仲間じゃろう。クラッシュ。しほどにもない。いつも通り俺とファルコンの勝負なんじゃないか。ご登場かよ。いい、奴らを倒して優勝をブラックシャドウ様に差し上げるのよ。ブラッド・ファルコン、何を考えているのか。逆走するブラッド・ローク、血迷ったとしか思えません。バカだ、死ぬかよ。オードブルはいただいた。次はメインディッシュと行こう。キャプテン・ファルコン、勝負だ。行かせるか。あなたのお相手は私がするわ。ファルコンを名乗る者同士の夢の対決です。果たして勝
勝利するのはどっちのファルコンか。この世にファルコンは一人で十分だ。お前を倒して俺が唯一無二のファルコンとなる。冗談じゃない。キャプテンファルコンと勝負するのはこの俺だぜ。くっ、後から挑戦しておいて生意気言ってもらっちゃ困る。ファルコン、いくぜ。ブーストファイヤー。あ、どうだ、参ったか。ブラックファイヤー。嘘だろ、どうして。どういうことでしょう。二人を真似した。そんな簡単な技じゃないじゃろ。それだけブラッドファルコンの能力がキャプテンファルコンに酷似しているということなのか。俺の勝ちだ。マシンが持たなかったか。やりました。優勝はまたもやキャプテンファルコンです。ブラッドファルコン、あいつはキャプテンファルコンのクローンだったのかもしれない。え？私はブラックシャドウに利用されたんだ。ロイをガゼルとして蘇らせた時、ブラックシャドウに私が研究していた遺伝子工学が盗まれたのだろう。それでドクター、あなたは自分一人で責任を取るつもりだったのね。その弾丸には細胞の遺伝子情報を完全に破壊する薬を入れてある。でもどうやってブラックシャドウはキャプテンファルコンの DNA を手に入れたのかしら。それは私にもわからない。だが奴はクローンだ。敵がまだ培養した DNA を持っているとすれば。あ、ファルコン。ファルコンを超えた者だけがファルコンになれる。ミスキュア、ご苦労だった。ブラックシャドウ様、どちらに。こっちだ。ブラックシャドウ様、ここは。
なかなかファンタスティックな光景だろう。てくれよ。どうした？ジョディが。ジョディが？ああ、やっぱり言えねえ。おい、言えよ。ジョディがどうしたんだ？ジョディが、ジョディがスカート履いてる。次回 F ゼロファルコン伝説、面影、君の心にブーストファイヤー。今日の F0 ファルコン伝説は面白かったかな。新潟県高岡明人くんからの質問。どうすれば F0 パイロットになれるんですか。まず F0 ライセンスを取りましょう。専用シミュレーターのマスターレベルで上位入賞できれば仮ライセンスが発行されます。それから実際のコースでゼロテストに合格すれば晴れて F0 パイロットになれるんです。ただし F0 マシンを持っていることが条件ですよ。ちなみにあのでかくて黒くて角の生えた悪いやつは裏工作でライセンスを手に入れたという話です。憎たらしい。良い子のみんなは真似しちゃダメですよ。それではごきげんよう。